はい、どうも、ドゥーベースボールのまなぶです。今回はですね、早速なんですけども紹介したいお方がいるので、よろしくお願いします。杭まま投げるっていうことで、こういった意識で体の使い方というか、まあ、子供の時にこういったことを取り組んで叶え方というか、階段を教えて野球特化型ジム、ドゥーベースボールがついに3号店をオープンしました。場所は神奈川県藤沢市小田急線長後駅から徒歩1分のところにあります。コーチ陣には僕を含め元プロ選手がおりますので、充実した環境と優れたコーチ陣で選手のパフォーマンスを上げていきます。入会をご希望される方は概要欄の URL からウェブサイトに行きお問い合わせください。はい、どうも、ドゥーベースボールのまなぶです。今回はですね、早速なんですけども紹介したいお方がいるので、よろしくお願いします。松山正幸です。松山は、僕はまっちゃんと呼んでるんですけども、まっちゃんはですね、元オリックスバファローズで投手をやっていた方です。で、マックス150キロで、身長が何センチだっけ？173です。173センチで150キロ投げてる、ちょっとプロ野球選手としては小柄なんだけど、そこまで球を速くしたとか、いろいろ経験豊富な方なんですけど、実はですね、今月12月からですね、不定期ではあるんですけども、非常勤コーチみたいな感じでね、ドゥーベースボールに来てもらって、選手をサポートしてもらったりとかしてます。はい、で、今回は、まっちゃんからいろいろとお話を聞いてパフォーマンスアップにつながる動画にできたらなと思いますので、ぜひご覧ください。はい、では早速今日はちょっとまっちゃんにいろいろ聞いていこうかと思うんですけど、小柄で150キロ投げるといろいろあって、はい、何を意識してたかなみたいな、速い球投げるためにとか試合で勝つためにとか。でも僕は体が小さかったんで、そのできるだけバッターとの距離を短くしたくて、で前で、僕は身長低いんで角度出せないんで、その上から投げるというよりも上から投げるんですけど、なるべくリリースを低くしてボールをバット下に入れたかったんで、低く下から投げるようなイメージで投げてました。ファール空振りを取れるように。そういった中でやっぱじゃあその前で投げるとか体を大きく使うっていうところで、なんかこだわってた練習とか、なんかある？本当柔軟は結構意識してやってました。柔軟？はい。結構ちょっと、じゃあどれだけ柔らかいかって見させてもらうことできるか。開脚は結構そこそこいってる方だと思います。すごいね、その時点でね。そうですね。おお。どうすか。あとこれとブリッジも結構意識して。やってます。おお、なるほど。やばいね。そうです。これがちょっと自分の中で秘訣なのかな。これを結構意識してたより前で話せるかなって。はい、じゃあやっぱキャッチボール前とかも結構取り組んでる。そうですね。練習前に柔軟はしっかりやってました。ストレッチやってるけどなかなか柔らかくならないんですよねみたいな。そういった時にちょっとコツとかあるかな、なんか頻度とか、開脚する時にどこ意識するとかっていう。開いてもらって前出す時にこう手と頭を出すんじゃなくて、お腹を地面に近づけるイメージだとより分かりやすいとか、伸びてる感じがすると思います。みんな背中曲がっちゃう。そうです、ね、ここでいっちゃうんで。そうではなくて、で上に力入ってもらうとリラックスしてあげれば勝手に伸びるんで、はい、力抜けば勝手にこう前に行くと思うんで、そしたらより伸びる感じが分かるかなと思います。今の開脚で、どこに行けるかっていうと、やっぱ体重量の距離ですか。そうですね、より前に出しやすくはなると思います。でその後に野球、投球動作でいうと回すじゃんか、はい、そこにつなげるためにってやっぱ開脚だけだと、その体を大きく使うことに、秘めてますよみたいなレベルだと思うけど、実際に使うとなるとやっぱまたちょっと違うトレーニングとかあるんですね。野球やっぱ体ずっと動かすんで、動かしながら広げるっていう。おあ、こういう。そうです。これ、トリズムがエクササイズなんです、ね。これどういう意図があるか。これはもうここの動きを大きくしたかったんで、動
きを意識しながら足を広げて、はい、まあ、ね、手は自分の近くに下げた形で、はい、まあ、内に回せば外側あの反対の足が開く、うん、開くっていう、はい、何回ぐらいやるべきかな。まだ10回3セットくらいで大丈夫です。他にはそういう、まあ、エクササイズ、こういうさっきと似たような動きで、こういう動きだったり、あ、上がるところがやった、そうですね、結構取り入れちゃうんです。これはもうそうですね、チームのメニューにも入ってるんで、あ、もうリーグの、はい、もうチームのメニューに入ってる、コンディションのメニューにも入ってる。え、そうなんだ、ちょっとみんな多分気になったからえ、やり方してる。で、寝て、うん、ここらも、あら、これも何回ぐらい、この10回ですかね。手はつかない方がいい、上がるのがしんどかったら使ってもいいかもしれない。まあ、子供とかだとね、はい、難しい可能性があるから、はい、まあ、そこも、まあ、そういうことになる。どういったところに、なんか実際になんかマウンドがあるんで、はい、なんかここに繋がるのか、投げる時のここでより大きく動かせるんで、この勢いが多分あー、はい、なるほど、回し切るで、はい、フォロースルーをしっかり取るっていうところに繋げるために、はい、まあ、バッターも一緒にやってるってことですね、チームでやる。バッターはまた違う。そうです。ピッチャーのメニューとバッターはちょっと違う。分かれてる、ね、気がしてて。なるほど。はい。まあここまではあの、まあ、体で気をつけてること、心がけてることを教えてもらったんですけど、次は、まあ、実際にボール投げるというところでね、投球フォーム、まあ、投球動作であの意識してることだったり心がけてることを聞いていこうかと思うので、小柄だけど球速くしたいなという選手いっぱいいると思うんですよ。あとなかなか球速くならないな、まあ、小さいからもうダメだなとかって思ってる方っていると思うんですけど、実際に173センチというね、小柄だけど150キロ投げてNPB までいけるという選手もいるので、まあ、そういった選手がどういったことを意識しているのかって聞いておくことによって、まあ、皆さんの希望になると思いますし、まあ、もちろんもともと背の高い方、でかい方でもつながることだと思うので、ぜひいろいろ聞いていこうかと思うので、何を心がけてたかという投球動作で、まあ、もさっきも言ったようにここが身長低かったんで、この上の角度っていうよりもそれをなくして、なるべく前で話すことを意識して投げてます、まあ、高い位置で投げて角度をつけて、まあ、当たる場所を点にした方がいいって言われる中で、低いからこそ高い人ができない低いところから投げるっていうことを心がけている。それは低い、まあ、低いところから投げることによって、まあ、どんなイメージがついてたのかな、そのどういうバッターで、こういう軌道よりもこういう軌道の方がでもバットが下に入りやすいと思って、うんうんうん、でそれをイメージしながら、はい、ハロ多かったもんね、空振りとかもね。そうですね。歩幅で言うとどれぐらいしたのかな、靴何センチ。靴が多分27くらいですね。27センチで、はい、6.5 とか7とか。なるほど、結構広いんだね。そうですね、広い方だとそれぐらい前に行って、はい、体を移動させて前で投げる。大きく前に使いたい、前で話したい、移動させたいっていうのがあるんですけど、そういうためになんか取り組んでた練習とか、ドリルってあるのかな。僕やったのは、普段投げる時よりも、普段投げる時は、今回だったら、もう、こんくらいに目標を作って、形は投げるフォームとか、あんま気にしなくていいね、前に行くことを意識して。ああ、なるほど。まあ、近いんで、もっと前に出して、形を意識しないで、おお、もう叩けるか叩けないかぐらいに置いて、前に行くために、こういう練習をしてました。おお、なるほど、なるほど。じゃあ、結構崩れてますね。あ、崩れて前に行く意識だけを、なるほど、練習するイメージ。もう、自分の投球フォームより結構かけ離れてもいいのか。そうですね。もうとにかく前に行くことだけ意識して、はい、もうぐちゃぐちゃになってもいいからこれをやる。これやった後に普通にやるといつもより前に行ける。結構ドリルからあの綺麗な形というか理想の形を求めちゃう選手って多いんですけど、そうではなくて、まあ、ボール持ってなかったら結構極端にやっても意外と大丈夫、うん、だとは思います。そうなることはないよ、はい、いいことは極端にやった方がいいね。
結構ポイントだと思うので、多分汚くていいってことだよね。そうですね。そういうことだよね。前でいけるようになりました。じゃあなんか次行く。今のだと肩が若干揺れてるんで、さっきのイメージのまま肩を開かずに前に出てくる。ああ、その時になんかある意識というかドリル、肩を開かない。肩を開かずのまま前。あ、投げるところまでちょっと開こうとしちゃうから、でまた極端に。そうです。振るまではやらないけど、振り込み足まではずっと肩を散らませないっていう。ずっとつくまで横のイメージも身につけてあげて、横で。この時もちょっと移動は強くというか、大きく意識してます。そうだね。ずっと、そう意識してます。で、その時に上の力を抜いてもらって、おー、なるほど。押すタイミングってすごく、なんかバランスいいなって僕思ってたんですけど、はい、なんか押すタイミングみたいなのあるかなってなんか動いてる感じがあって、触れないでジャンプですかね、うん、こうこれをやればそれと同じようにいけばいいんで、このスケートホップのコツとかですか。これもそのつくときはちょっと形崩れてもいいんで、もう前に行くときでこのときも上で力抜いて思いっきり、こっちの時はバランス崩れていいんで、とにかく飛ぶことを言います、はい、強く前に、おー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 っていうのを意識してました。で今の、まあ、実際にはジャンプしないけど、まあ、その手前というか押すタイミングを押す感覚はこれに近いよっていう感じ。例えばここまで移動するのに力んでたら多分僕の中では難しいと思うんだけど、はい、やっぱ力まない方がいいよね。そうですね、はい、そういったなんか心がけてることもあって、意識するんだったらこの足上げてこのこうもうゼロにするっていう、このまま回して体を大きく使いたいんで、あ、なるほど、そういった練習も大きく使いたいからこそ、はい、足を上げて、ここで力入れて回すんじゃなくて抜いて下ろす、抜いて下ろす、回すというよりは落としてそれぞれ勝手に回るんだ。あ、なるほどなるほど、はい、あ、結構回す人多いもんね今のやってても。で力抜けば勝手に回って上がってくる。左足を、まあ、踏み込み足を下ろすタイミングで腕を合わせるだけ、下ろして下ろしたタイミングで移動する。あ、今ので加速する人です、はい、おー、なるほど、なるほど。こんな感じで、いろいろ教えてもらったんですけど、まあ、最後にちょっと実際に、まあ、NPB へ行ったという、ね、夢を叶えた方なので、まあ、子供の時にこういったことを取り組んで、中学生の時はこういうことやって、で高校の時はこういうでしたみたいな、ちょっとその叶え方というか階段を教えてほしいんだけど。そうですね、小学生はやっぱ柔軟だったり、もっと体を動かして遊んだりするのがやっぱもっとやればよかったかなっていうのは僕は思ってて、中学校の時はやっぱ成長期なんで、やっぱご飯しっかり食べて体どんどん大きくしてもらって、ここに入って、高校生はもうどんどん練習の強度とかも高くなってくるんで、そこでしっかり栄養、タンパク質いっぱい取って、ご飯食べて、でトレーニングもどんどんやっていいと思うんで、頑張ってほしいです。なるほど。はい、あの、まあ、まっちゃんなんですけど、実は高校の時ね、コールド負けなんですね。はい。よかったですね。そう、でもコールド負けしていてもプロ野球選手になってるんですよ。その時ちょっとめげずにやってたと思うんですけど、独立目指すってなって、うん、まあそれなりに頑張りました。うん、なるほど、まあ、僕がここで言いたいのは才能じゃないっていうことですね。しっかりやるべきことを明確にしてしっかり取り組んでいれば、あの今結果残っていなくても最終的にはうまい子たちを抜いてでプロ野球選手になれるというね、あの、まあ、僕の中でまっちゃんってすごくその夢を叶える希望というかの方なので、今日ちょっといろいろ聞けてよかったです。ぜひね、あのドゥベースボール来たいなとか、あのパーソナル受けたいなとかあれば、あの概要欄にあのホームページ載せておりますので、ホームページからメールにてあの受け付けております。
はい、で無料体験も実施中なのでぜひお問い合わせください。で、まあ、このようなパフォーマンスアップにつながる、ね、あの動画も随時配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。僕が急速アップを求める際に一番おすすめというか意識してほしい移動の仕方がこれです。